はい、皆さんいつもありがとうございます。光源氏です。なんてやねんっていう。はい、シアザウイルスツアー、お申し込みお願いします。今日はですね、昔僕がメンターにですね、いや、成功したいんだったら、その才能がね、必要なんだけど、どれだけ才能があったとしても、見えるかな？うん。これがなければダメだって言われたんですよ。うん。丸々感。はい。ここ、漢字二文字なんですけど、ここ何が入ると思います？で、実際ね、その、当時のメンターも、うちのパートナーが知っていて、やっぱりそのメンターと僕を比較して、やっぱり曲がりようには、これがないって今から、あれ、何年前だもんな。10年ぐらい前ですかね。まだ10年も経ってないか言われて、ああそうなんだ。でも自分でも分かってたんだけど思ったんですよね。才能、僕はよくその知らない知ってるできるの法則で、最終的にね、知ってることをできるようになるためには行動しなきゃダメだよねって。けど行動すると 100% 失敗するんだと。けど失敗には2つあって、時間の経過とともにコツ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 頑張ってやったとしても、できない、うまくできるようにならないっていう致命的な失敗と、コツコツやってると、いつかできるようになる、前倒しの失敗って2つあるんだよって。で、その2つの失敗、これ何を分けるのかっていうと、才能なんですよね。才能の有無なんですよね。だから才能ってとても重要なんです。でもっと言うと原動力の情熱っていうのも大事なんだけど、それがどんだけあったとしても、もっと言うと知識、経験、スキル、資格がどんだけあったとしても、ああ、確かにこれがなければ、それらは評価されないんだなって、今更ながら、ちょっと今日思ったんですね。今日思ったっていうのは、たまたまあるちょっと経済雑誌を読んでいて、その雑誌の中で、著名人が著名人を評価してたんですけど、もう亡くなった方をね、評価してたんですけど、その亡くなった方は、才能もあったけど、これもあったって言ってるんですよね。才能と同時にこれもあったっていうインタビューを見てて、ふって昔そのメンターから言われたその話を思い出したんですけどね。Facebook ではしーちゃんが、マーリオさん、満足感ですかってなんでやねんっていう。全く外れでもないんだけどさ。全く外れなんだけど。満足感、確かに満足感ってね、必要かもしれないですけど、はい。成功するにはね、才能と何があればいいのか、ちょっとこれ考えてほしいなと思ってるんですよね、皆さんに。起業家にとって最も大事なスキルというのは考える力なんですよね。今僕が9を出しましたよね。その9に対しての A 仮説。だから、満足感でもいいんですよ。仮説なんで合ってるのか合ってないのか関係ないですから。ただ皆さんが考えてね。で、それが思いつきでふって言うんじゃなくて、例えば別に空腹感って。この〇〇だから何でもいいわけですよね、漢字2文字って言われたら。けどその答えのことに対して、なぜそう思ったのかって、じゃあ僕が質問をしたら、なぜこの答えを導き出したのかって答えられるのかっていうことなんですね。多くの人って考えないんですよ。反射で答えを言うんですよ。もしくは何も言わないか、無思考領域で何も考えてなくて答えを出せないか、なんか間違ったら恥ずかしいなとか違ってるしとか、もしくは全然わからないからってフリーズ状態になってるか、思いつくことをパンパンとこれ反射で言っちゃうんですよね。何もだから考えてないんですよね。どんな答えが入ってもいいんですけど、仮説だから。でも仮説だからといって思いつきで何でも言えばいいっていう話ではなくて、その仮説を導き出した根拠が知りたいわけですよね。起業可能って僕は言ってますけど、起業可能ってはたった5つの質問で、それ5つの質問をすることで起業家になれるんだっていう話なんですけど、みんなそこはやっぱ忘れてるんですよね。
この前ちょっとブログで非公開にしたつもりがなんか公開されててびっくりしたんですけど、公開なんであの書庫公開されちゃうのか僕もよくわかんないんですけど、ちょっとまあそんな書庫があって、そこにその反応しないって、あの本の紹介をしてたんです。で本の紹介をしたんだけど、なんかちょっとやらしいからやめようと思って一般公開されてない書庫に入れたら、なんかそこにコメントが入ってきて、あれなんでこの書庫見れるんだろうと思ってちょっとびっくりしたんですが、その書庫に最近僕が読んでる本って言って3冊ぐらい電子書籍の表紙を上げたんですよね。そのうちの1冊っていうのが反応しない練習っていう本だったんですけど、この反応しないってとても大事なんですよね。なぜなのかっていうのは少し前に話したんで、もう一回分かんなかったら動画見てほしいんですけど、やっぱり僕たちっていうのは遺伝環境経験においてやっぱその反応しちゃうんです。無思考領域反応しちゃうんですよね。だから思考にまでいかないっていうね、企業可能までいかないっていうね、まあ、別に説教したいわけじゃないんでこの辺でやめますが、47都道府県リアル全国横断シェアザウイルスツアー2015ですよね。はい、シェアザウイルス、はい、なんかもうこのステッカーはないんですけど、今回ステッカーとか作らなかったんですけど、あの僕の YouTube 動画見てくれた方、昨日プレゼントがあるって言ったんですけど、ステッカーですって、いらねえよなでも先着順です。もうこのステッカーあんまないですから、はい、ステッカー僕がこうやってなんか無駄に1枚いて無駄に1枚使っちゃいましたのではい、ということで、皆さんいつもありがとうございます。ちょっとぜひこの〇〇感コメントください。それではまたごきげんよう。